皆様こんにちは、ララダーです。わさびです。はい、始まりましたのりせんつ。のりせんつ、この番組はですね、はい、4人で乗り打ちをして、がっつり買っていき、そして地方ロケを目指すという番組なんですけれども、今のところですね、まあ何度も繰り返しました、ローテーションして、やってもやってもマイナスです。マイナスちょっといいとこまで行くんですけど、やっぱりマイナスから抜けられないんで、最近の台は一回負けるとでかいですからね。はい、そこで賢者さんが選ぶ機種っていうのはどういう機種を。賢者はね、どうですかね、やっぱ今もう3大メジャー機種みたいになってるじゃないですか、番長、鉄拳、北斗みたいな、で、まあ、そこにエヴァが食い込んでくるかなっていうぐらいの感覚なんですけども、やっぱまあ打ち込み度が高い北斗の拳、もしくはまあ安定度の高いエヴァンゲリオン。あ、やっぱり賢者さん。で、で北斗ですけどね。ボッコボコですよ、僕北斗。でも北斗に行くんですね。いや、まあ好きなんですよね。あとは設定が読みやすいかなとは思いますね。はい、なのでちょっと考えてますけど。で、ちょっとすごいんですよ、視聴者ハガキが届きまして、のりせん2に、ちょっと読ませてもらっていいですか。お願いします。はじめまして、いつも楽しくのりせん2見てます。一つだけ気になることがあるのですが、のりせんのメンバーってボケばっかりで、ツッコミが賢者さんだけだと思います。なるほど。立ち回りも期待していますが、賢者さんにはボケまくったこの番組をしっかり突っ込んでほしいと思ってます。なるほどですね。まあ、立ち回りも含めて突っ込めるように頑張りたいと思いますけれども、まあね、そんな結果が出せればいいんですけど、その前にですね、そうなるようにじゃあ頑張りたいと思います。で、じゃあいつものあれを言ってみたいと思います。なんか前回なんかホイミとかライデインとかなんかひどいことを言ったみたいなんで、今回はちゃんとやってください。目指せ地方ロケなんで、いけますよ、せーの、目指せ地方ロケ。今回撮影に協力していただいたリッチランドスロット館は JR 宇都宮線東大宮駅から車で約5分、スロット350台のスロット専門店。当店では1階禁煙フロア、2階喫煙フロアの随所に空気清浄機を設置、どのお客様にも満足していただけるよう快適な空間をご用意しております。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。それでは入場開始。12番13番だから割と好きな台取れそうですね。さあ今回は待ちに待った賢者様です。狙い台も取れそうな感じだし、期待できますよ。とりあえず緑丼に、前日1166やめっていう台があるんですよ。でそれも取られてなかったら取ろうかなと。奈良ちゃんは余裕で狙い台をゲット。ということで、前日1166やめの緑丼を打っていこうと思います。緑丼は久しぶりに打つんですけれども、とりあえず1480プラス、アルファちょこっと回して、アマゾンゲームに入ります。そのアマゾンゲームが、継続率の高い 80% モードに入るので、そこを目指してボーナスを引かないように打っていこうと思います。天井狙いのララちゃんに対しわさびさんはデータロボで見ないと分かんないですよね。ただ昨日は異様な稼働してるんですね、実は北斗。なぜこんなにってぐらい回ってるんですけど、そんな中でも1台だけ回ってない台がありまして、まあ、とりあえず設定変更のその変更後の高額チェック、まあ6で 30%、 1で 15%、まあ、見ていきたいかなと思うんですが、カニ歩くとですね、すっごい投資がかさむんで、ちょっとせっかく1台で絞ってその台をゲットできたんで、とりあえず高額だろうがそうでなかろうが、この台をちょっとですねしばらく打ちたいかなと思っております。打つ台が決まったところで実戦開始です。チェリー。強チェリーって普通なら嬉しいんだけどね。やだこれ、天井目前にしてララちゃん大ピンチ。勘弁して。うわ天井狙い大失敗。あ
314ゲームで天井に行く予定だったんで、あと90ゲームだったんですけど、ここで一番引きたくない化けを引いてしまいました。うわー、まあ、このレギュラーボーナスでビリーもゲットできず、チーン、終わった。ちょっと他の台を。一方の賢者わさびさんは弱水化後、出ましたね。いや、上がってますね。おお、どっちか。おお、当たれ。強水化ゲット。強水化ボーナス、おめでとうございます。強水化でボーナス。スイカから当たった場合はこれじゃなくて、あの2色ボーナスの方が良かったんですけど、押すと設定差あったんですけどね。まあとりあえず245ゲーム。あの、はい、上向いてください。おおあと残り90ゲームで化け引いちゃって、はいはいはい、終わっちゃいました。まあしょうがないですね、うん、すいません。いやいや全然。じゃあなんか狙い台的なものがあれば。はい、打っていきます。はいはい。番長だな。まだまだ空いてるもんね。果たしていい台が見つかるんでしょうか。頑張れ。おお、オーラでかい。このバトルに勝利すれば ART 突入ですが。もし当たれば。これは まずあのさっきこのボーナスを引いたのがまず天国だったか、まあ、通常だったか、通常で以上だったのはまあ間違いないと思うんですけど、でそこで引いた強水化ボーナスだったんで、強水化で当たった可能性大ですね。空中戦オーラ大当たるでしょう。大丈夫、オーラやりましたね。 ART 確定です。よし。炎の色は黄色。果たしてどこまで連チャンさせることができるんでしょうか。最初のバトルでは。パツタンだよ、パツタン。こんなの。まさか単発ですか。はい、単発。しかも芯。芯は良くない。その頃ララちゃんは、あ、この台でちょっと打っていきたいと思います。番長2で打てそうな台を発見。その私が今取った台がこの台なんですけど、前日のデータがかなりいいんですよ。前日の据え置きなら高設定が期待できるね。ゲーム数は286ゲームからスタート。まあいいとこ通常ですね。まだ、あ、これで上がれ。チェリーか。おお、初中段チェリーだけど天国ではリスマスで4分の1は当たっているんでしょうか。中段チェリーを通常モード以下で引いた場合は、一番熱いのはランプ矛盾ですね。通常から天国へのあの中段チェリーへの移行率っていうのはそんな全然高くないんで、天国を示唆するような演出が出た場合、天国城を示唆するような演出が出た場合は、お、出た、出る白場合は当たった可能性の方が高い。一人、いや天国に上がっただけとかやめろよ、当たれよ。今まさに言ったことが出ましたよね。ダメ、まだわかんない。ほら、ジャギットしよう。ラスト5ゲームですが、ほら、ベル赤当たれよ。4ゲームしかないけど、ほら、来た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 。これは熱いですね。よかったよかった。ということです。まあ、中段チェリーは天国、通常から天国への移行率よりも通常から全長の移行率が高いんで、だから期待できるってことですね。何色だ。青、オーラの色は青。賢者わさびさん
んはちょっと引き弱のところがありますが頑張ってください。わお、ドーベル、ドーベルです。50、お500払い出し時ランプレイン、ランプレインボー、多分ボーナスいますよ。やりこれで赤赤赤だったら設定差あり。さすがわさびさん、引き弱なんて言ってすみません。赤赤きたでした。12ゲーム。一方のララちゃんはとっくに入っていますが、わかんない、高額だけど普通にガス店長だった。2ゲームだけど頑張れ。よし勝った、おめでとう。ゲーム数で当たったと思うんですけど356、投資1000ゴールド、ボーナス確定です。早い、このボーナスで ART に当選したらなおいいんだけど。弱い、メッキメキ来た、いって、よし来た。さすがララちゃん、いい展開です、ナイスです、頑張ります。本当に最近ダメだからな、いただき。ここでちょっと乗せずに、乗せなきゃちょっとね、本当の出玉が増えないね。ここ最近のララちゃんならあっさり終わっちゃいますが、終わっちゃうよ、危険ですね。ほんと最近ゴミだよ、上乗せしない。ここで重要なのは引き戻ししてくないかな。引き戻せるといいね。そしてわさびさんの ART は3連まで続いていますが、押しもない、これはもう豪勝派だわ。ほら来た、これは立てるわけもないから剣にかけるだけですな。三連、サウザー、サウザー合わせてさなし、設定さなしっていうわけじゃないですけど、通常モードだったら設定さなし。わさびさんの連チャンは3連で終了。一方のララちゃんは、おお、びっくりした、久しぶりにこの演出出た、熱い。あ、ザックチェリー、これは熱い。あ、大丈夫大丈夫、ザックチェリーで、あれ、なんといただきラッシュ突入。やった、引き戻した、久しぶりに。やったね、これで高設定の期待も高まるね。さすが、いいタイミング。ここでボーナス、私なんか引いた、引いてない、ゲーム数でちょっと上乗せもできる。48、ララちゃんが乗ってきましたよ。対してわさびさんは、チャンス目でいいよ、チャンス目で。ベル、お、強ベル、天国だったと思うんで、これ当たるんじゃないの。これだ、ここだ、ほら来た。はい、ありがとうございます。俺様がバカなんだから貴様は死ぬ、俺様がバカに。ヒーローラー264ゲーム、オーラの色は黄色、頑張ってください。お、お、高め引いた、高め、この程度です。あ、ベル赤、ベル赤、ベル赤、まあ立たないか、ユリアン勝つ、マジですか、ありがとうございます。これは後継続が期待できますね。
声出たよ。継続確定。わさびさんも乗ってきました。よし来た。あ気持ちいい。30チャンス目で30ゲーム上乗せしましたが渡った。まあまた引き戻せることを祈って回したいと思います。そしてこの後道スロさんってありがとうございます。これ引き戻しだと思うで、いただけラッシュ。あおめでとう。ありがとうございます。引き戻し2回目あるかも。こんな挙動はあるかもしれん。いい、とってもいい。もうこのまま引き戻しずっとで終わんなきゃいいのに。このいただきラッシュ中の上乗せはなしでしたが、うわあよかった、久しぶり、嬉しい。ララちゃんいい感じです。そしてわさびさんは7回目のバトル。オッケー、これならいけるんじゃない。これで星ありゃいいでしょ。星ない。もう力を押さないで。ああまあそんなもんね。しかもシン、こんだけレア役出てなくてさ、3回中2回シンは結構きついな。わさびさんの連チャンが終了。一方のララちゃんも終わった。また引き戻しに期待です。あれ今の炎で外れデメージあるな。確定ですね。あのさっきの炎でってことめっちゃ行く。ボーナス。はい、500会場。このレギュラーボーナス後、あれ夕方からあった。ドボン、再びいただきラッシュ突入。ボーナスで当選っぽいですね。ララちゃんなかなか調子良さそう。めちゃくちゃいいですねえ。俺昨日唯一全然回ってない北斗が1試合だけあって、それを打ってんのね、はい、そしたら良くないのよ。はい、あとなんかちょっと塊であるかもしれないです。はい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 。だから北斗俺の周りみんな良くなさそうっていうのがね難しい。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。なんか久しぶりに番長でドル箱を使った気がする。箱を使った気がします。ララちゃんの勢いはまだ止まりませんよ。これで絶頂とか言っちゃっていいんですけど、一回だったらね。まさか絶頂言っちゃう。2回3回絶頂に行くとまあ違うけど、1回はねない。あ、十分です。青がいいです。赤、まあまあ。ララちゃんの大移動は大成功だったみたいですね。一方のわさびさんも台を移動するみたいです。82、83、84。これすごいいいじゃん。85、あら85もっといいけど、でもこれもすごい勢いで出てる感じが難しいな。84と85はいいですね。でこの出方とこの出方どっちがいい台だと思うかって話ですよね。僕は個人的に2700枚この出方で浮いたこっちの方がいいと思うんですよね。こっち84枚でちょっと打ってみましょうか。まだ00ですね。300ぐらいじゃ何もわからんはず。わさびさんも前日出ている台に移動です。
あ、強チェリーだったら当たった。どうも、引き戻した、自力でかな。まあ、天国一発抜けっていうところもまたいい。あれ、こっち光ってる。しかも残り1ゲームだから。よし、久しぶりにちょっと大きく乗せた。さあ、大移動してから中段チェリーを引いたわさびさんですが、七つ星、ちょい熱い。フローラン強いな今日は。どうしたよ。結構早い段階で ART をゲット。ここからがわさびさんの見せ場到来。おお、ありがとうございます。おお、そんなところにも飛行があったか。声出た。限度か。あれ、3連で終わっちゃいましたね。って感じですけど、一方のララちゃんは、まあ頑張った頑張った。一撃千枚オーバーです。いただきラッシュは終わっちゃったけど、すぐにボーナスをゲット。そしてわさびさんは再び中段チェリー後です。第3振り向き、さっきのこの、ま、今引いたチャンス目で天国に上がったんじゃなければ、この中段チェリーが天国にいた可能性があるんで。あー、熱いね。おお、ベルオン天国以上、全長で会ってくれ。やっぱ当たった。天国の多分あれです、オーラは白でしたが、おお、今日はなんか継続するな。高め引いたの飛んでくるよね。今回も3連で終了です。一方のララちゃんはボーナスが軽いようですよ。赤、いきなり。あれ、青、マジで。次回天国確定だね。絶好調のララちゃん、対してわさびさんは、おいおい、あ、来たこれ。謎当たり、あの外れでも抽選してるんですけど、ほとんど当たんないんですけど、高設定だと当たるんですよ。そして今回は上乗せも好調。いや、最低ラインじゃない。最初のバトルで豪勝派が出ますが、うわ、避けた、ラッキーボーイ。3回目のバトルでは、避けろ。そして4連チャン目のバトル、何終わるでしょう。まあ十分4500枚。ジャギ、よかった。ここでジャギじゃないとちょっと不安だったんだよね。一方のララちゃんは天国モード確定です。絶対行きたい、絶対行きたいよ。まあ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 、
ちゃんはこの後も絶好調。おーほーほー、おっきいの次こそは。もうゲーム数が、あ、ここで熱い。よし、あー来た。ついに来ました、絶頂ラッシュ。来た、とうとう来た、来た。6は一番絶頂引きにくいけど、まあ、1回ぐらいは全然あると思うんです。いきます。あ、これは大きい。何色？赤。はい、どうも。さらに、いいいいいい、すごくいい。やどうや、ここからなんだよ、ここから。ありがとうございました。残り7ゲームから一気に250ゲームの上乗せに成功。いやー、ドキドキした。やっぱ絶頂は最高だな。よし、今日初の青だな。さらに上乗せに期待。どこから？赤。おっきいの。揃ったことに意味がある。そして、いただきラッシュは一気に350ゲーム。この後も連チャンが続きますよ。ということで、お時間になってしまったので、ここで前半戦終了です。この300をさらに増やして、出玉を増やして、ノリ戦一気にプラス収支を目指したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、どうでしたか？どうでしたか？ざっくりだな、はい、ざっくり返しで、はい、7000ゴールド使って900枚ぐらいです。はい、はい、で、私の方は8000ゴールド使って2000枚出ております。すごい。はい、で、あと、はいはい、次回はちょっと、うん、ボケボケ散々言われたんで、うん、ちょっと失敗というか、はい、ちょっと引っ張ってもらっていいですか？何？どういうこと？俺が、はい、MC をやるってこと？そうです。ダメだよ、ちょっとそれ、ラルちゃんの番組なんだから見たいと思うんですよ、みんな。お手本です、お手本。いやいやいや、今後、ま、私とバイソンさんと、はい、ケンちゃんがどうやっていけば、はい、ツッコミに変われてるかっていうところなんですよ。あ、なるほどね、はい、ツッコミはいかにクールかってところ。そういうところを見せてください。わかりました、はい、じゃあ後半戦こんな感じですかね。はい、で、はい、行きたいと思いますので、次回もよろしくお願いします。はい、それではさようなら。さようなら。